皆さんこんにちは、こんばんは。元チャンネル、産経新聞元社会部記者の三枝元太郎です。今日はですね、ちょっと運動スポーツを話題にしたいと思います。もう前々からね、思ってたことで、いやもうちょっとね、本当これどうなんだろうなっていつも思ってることがあったんですよ。でそれは何かと言いますと、まあ皆さんご存知な方も多いと思いますが、仙台育英高校とですね、神村学園の、準決勝第1試合の試合でですね、3回、ワンアウト3塁から4番の、外野手が、3塁の正面にセーフティースクイズを転がしたと。タイミングは極めて微妙だったが、三塁走者のがうまく滑り込みホームベースを触った。この判定に甲子園の場内はしばらくどよめきが収まらなかった。この回一気に4得点、仙台育英が流れをつかんだ。これちょっと日刊スポーツから、選手の名前を省いて今、読みました。これなんですけどね、まあ審判を責める声もありますし、僕もちょっとリアルタイムで見てたわけじゃないんですけど、一応野球をちょっとだけやってた身としてはですね、まあ見る限りはアウトだったかなって思いますね。であれがセーフになっちゃったんで、育英びいきだっていう、ネットの声がだいぶ、氾濫してですね、ちょっと審判もだいぶ責められてました。でですね、これ本当にいつも思うんですけど、なんでこれリクエスト制度を導入しないんでしょうね。プロ野球ではもうやってますけど、なんかね、いろいろね理屈言うんですよね。なんか教育上の問題とか、いや教育上の問題って言ったってね、例えばこう審判だって人間だから間違えるわけですよ。この審判が間違えたことを高校生だから絶対服従で聞かなきゃいけないっていう道理はどう考えてもおかしいですよね。とかね、それから今回の大会ですごく注目されてるのは慶応高校と、まあ決勝まで行きましたけど、土浦日大高校の時にサラサラヘアって言って話題になりましたよね。でですね、僕いつもこれ僕は勝手に言ってることで、まあ適当に聞き流しておいていただければと思うんですけど、どうでしょうね。例えばダルビッシュ有投手、あの人すごいですよね、あの方。彼はですね、大阪の学校から、例えば PL 学園とか強豪高校の勧めを断って、宮城の東北高校に行ってるんですよね。で、彼が東北高校を選んだ理由っていうのは、東北高校って緩かったらしいんですよね、当時ね。聞いてる話によれば。で、例えばですね、そういうのとか、例えば佐々木朗希投手だって県立大船渡高校ですよね。あの164キロぐらい出すすごいピッチャー。それから今それこそ大メジャーで活躍してる佐々木投手だって、花巻東高校と、まあ見てると、まあ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 緩めの学校ですよね。でこれはね、やっぱり僕なんか1967年生まれなんで、高校野球すごく盛んだったんですけど、正直言ってね、メジャーリーグに行くようなプロ野球選手っていなかったですよね、まだ当時ね、ほとんど。でどう考えてもやっぱりね、今の方がね、やっぱレベル高いですよ。やっぱすごいなと思いますよね。で僕も本当ダメだったんですけど、一応リトルリーグにいたんですよ。ダメダメだったけど、ちょっといろんな事情があってですね。ですごいやっぱりね、練習したし厳しかったですよ。だけど僕ふと思ったんですけどね、例えば野球部って丸刈りじゃないですか、基本的に。サッカーはそうじゃないでしょ。運動神経いい子サッカー部行っちゃうんじゃないのと。あと野球部ってね、やっぱこういう体罰とかね、もう最近まあだいぶなくなりましたけどね、やっぱり僕の時代はねすごかったですよ、それは。でね、野球やってるやつも悪かったしね、僕がいたりね、リトルリーグ名前は言いませんけどね、某リトルリーグはすごかったですよ。それはそれはもう近在のね、不良がね全部集まってきちゃったみたいな感じでね。で何が起きるかっていうとね、僕弁当持ってってたんですけどね、半分ぐらいなくなっちゃうんですよ。なんかね、いろんなこと言ってね持ってっちゃうんですよね、こう悪ガキが。うーとか言って、お前その肉よこせとか言って、ゲーとか言って。でね、こいつらがまためちゃめちゃ粗暴でね、しかも野球まあまあうまいんですよね。俺ね、
休んでる時にこう休み時間にこうぼーっとしてるとね、あのこう斜面になったところでね、なんか誰かわーわー言ってるんですよ。だって見たらね、血まみれになって喧嘩してるんですもん。そういうのがねしょっちゅうありましたね。本当にしょっちゅうありましたよ。で僕なんか下手くそだったんで、なんだっけな、もう今でも覚えてるのは監督が怖くてね、ノーアウト満塁で僕がバッターボックスにいてね、スクイズのサイン出たんですよ。で僕ねフライ上げちゃったの、ポーンってやったらポーンってキャッチャーフライ上げちゃってゲッツーですよ。でツーアウト、こうで二塁とかになっちゃったのかな。おいでね、一二塁になったのか、あいや二塁だな、二塁になったんだな。おいで結局僕の好きなやつが三振してですね、みんな並ばされて、あのビンタ、往復ビンタですよ。そしたらね、僕がもう後でもめちゃくちゃ言われるじゃないですか。それこそお前のせいでみたいな、みんな殴られてるから、もう余計もうね、後でもガーンとか蹴られたりとかね、本当ね、もうで僕はもう本当にね、あの4年生の終わりぐらいに、5年生の終わりぐらいかな入ったんですけども、5年の2学期ぐらいにはもうケツ割ってて、これダメだこれやと。で僕がねいた少年野球よりねはるかにうまかったんですよ、リトルリーグの人たちって。それでもねリトルリーグでは中の下ぐらいの強さのチームだったんですよ。だから当時は調布リトルリーグって、僕の 同級生がだから荒木大輔さんとかじゃないかな、早稲田実業のピッチャーの、彼調布リトルですよね。調布リトルってめちゃくちゃ強かったんですよね。全国優勝してさらに世界でも優勝しちゃうみたいな、すっごい強かったんで、もう全然レベル違うんですよね。もう練習試合すらしたことないぐらいですね。ほうやだか小平だかのリトルリーグとやってボロッカスに負けちゃった時があったりとかですね、そんなことありましたけど、まあまあ今となってはね、結局だから僕はもう辞めたくて辞めたくて、こんなとこ行ったら殺されちゃうと思ってですね、親に嘘言ってですね、中学受験するから辞めさせてくれって言って四谷大塚に通うとか言って大嘘ついてですね辞めたんですよ。そしたらまあもう僕完全に僕の話なんでどうでもいい話なんですけど、二軍監督の方がね、ある酒屋さんをの後継いで東大野球部だっていうのが自慢の人です。その人はめったに怒んなかったですね。もう怒られた記憶ないですね。その人が僕のところにスススってやってきて、お前辞める理由はなんとなく分かってるけどさって言って、お前辞めるって言うんだったら東大行けよって言ったんですよ。でも僕は答えましてね、それがね、いや東大なんか行けるわけないし、大体辞めるのだって適当に口実だし、僕は成績もそんなに良くなかったんでね、入ったなと思って、まああの時にですね、もう本当にね、やっぱ野球のなんて言うんだろうな、結構ね、しかもね、ずるいプレーみたいなのはまあ今より全然ありだったんですよね。こう球種を読んでこう二塁ランナーがこうやるなんてのは当たり前でね、まあもう本当あのあれですよ、キャッチャーがホームベースの前に立ってブロックして滑り込んでも、僕もやしっこだったんでボーンって滑り込んだらボーンって吹っ飛ばされてですね、アウトになっちゃったりとか、そんなしょっちゅうありましたね、そういうの。なんかそれをまあいいんですけどね。で結局ね、主催は朝日新聞と高野連ですよね。でまあこんなね、夏の暑いね、35度超えるような時にね、いやよくやるなと。本当に僕らの頃はね、まだね、暑いって言っても最高に暑いと思っても32度ぐらいでしたよ。35度とかね、37度とかね、ありえないですよね。いやかわいそうだなって。それで連投でしょ。で結局まあ言ってみれば高校生のまあ将来もね、ダメにして成り立ってるんですよね。いや僕好きですけどね、見るのはすごくあのやっぱり感動的ですしね。だけど結局ね、儲かってるのがね、あれドル箱なんですよね。高橋雄一さんもおっしゃってましたけど、本当にドル箱で剰余金がこう積み重なっていくような感じなんですよ、高野連も。で朝日新聞も今本当こんな感じですけど、あれだけはねやっぱりドル箱でね儲かるんですよね。だからね、そこがね、俺でね、静岡のまあ僕あの新聞記者になるとね、必ず高校野球とかね予選ってやらされるんですよ。やっぱり産経新聞主催してなくても やっぱりみんな読みますからね。そうするとね、もう今っても頭にきてるんですけどね、朝日新聞とね高野連のね待機席みたいなとこあるんですよ。で朝日の記者そこいるんですけど、そこだけ冷房効いてるんですよ。でね、それ以外のね
あのね、シャワーね、冷房ないんですよ。もうめちゃめちゃ暑い。めちゃめちゃ暑い。一回もう本当ね、朝日のやつ文句言ってね、しかもなんか朝日がね、当時ね、いろいろ資料出さないんですよ。なんだ、あだこうだ言ってね。あれみんなブーブー怒っちゃって、もうなんかこんなの、うちが主催だったらこんな目に遭わねえのにとか言ってみんな怒ってましたよね。ね、もうかわいそうなのはね、女性記者なんかがね、高校野球の取材やると悲惨なんですよ。いやもうだって、女性で野球やった人ってあんまりいないじゃないですか。で、ましてやルールも知らないみたいな人ほとんどでね。あの、僕が、あの、うちの会、あの、僕がいた会社で聞いたことがあるのは、あまりにも野球ができなくて、あの、取材ができなくて、叱られた女性記者が、なんかしばらくして辞めちゃったっていう話聞いて、な、高校野球ぐらいできなくたっていいじゃないかと思ったんですけど、あと、あの、他社の記者では、敵地だってありますよね。敵地だってタイムリーヒットって意味じゃないですか。野球やったことある人だったら誰でも知ってますよね。だけど、テキサスヒットっていうのが意味はわかんなくて、全部それテキサスヒットだと思って、なんか、書いたら全然違ってて、後で怒られたとか、まあね、いろいろありましたね。なんかな、まあ本当に、あんまりいい思い出ないな、高校野球はな。一番僕が、観戦して、こう、取材しながら涙を流して見てたのは、高校名合ってるかな、下田北高校と藤枝北高校だったかな。静岡県予選第1回戦。もうね、すっごい下手くそで、両チームと。内野にね、フライが上がってもみんな落としちゃうんですよ、ポロッとか言って。だけどね、必死なんですよ。ものすごい必死でね、それは伝わってくるんですよ。で、もう僕も下手だったんで、もう見てるうちに感情移入しちゃってね、もうビービー泣きながら見てます。で、最後に、22対21とか、もうなんかありえないスコアでね、終わってましたけどね、僕は感激してね、監督さんに手紙書きましたね。そしたらその監督さんからお礼のお手紙いただいてね、いや、もう、お恥ずかしいっていうお手紙でしたけど、僕の手紙のことはなんかチームメイトに話してくれたらしくて、みんな見てるんだから来年はもっと上手になって上手くなって頑張ろうみたいなことを言ったって言ってましたけどね。まあ下手なチームがやる高校野球っていうのも悪くないんでね。まあ僕のいた僕の行った高校は、杉並の学校なんですけど、私立高校ですけど、夏2回秋1回かな、あ、春1回かなぐらい確か甲子園に出てるんですよね。で、やっぱりね、僕がいた時は野球部の連中はなんかすごくこうなんかのびのびしたっていうか、おおらかなやつが多くてですね、うん、だけどリトルリーグやってたおかげでこう球技大会とかではまあまあ打てたりなんかして楽しかったですけど、まあすいません、なんか自分語りみたいになっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、一つは、リクエスト制度を入れたらどうですか。二つ目は、時間ちょっとずらしたらどうですかと、ナイターも検討したらいかがですかと、それからそうですね、要するに丸刈りもやめた方がいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。やっぱりね、それが理由でやめたりとか、他の競技行っちゃったりとか、あと体罰がきつくてやめたり、他の競技行っちゃったって昔はね、今はそんなでもないと思いますけど、昔はいっぱいだと思いますよ。だからね、野球ってあんなに練習きつくて、みんな一生懸命根性根性水飲むなみたいな感じでやってたのに、メジャーリーガーになる人がほとんどいなかったっていうのは、案外そんなところにあるんじゃないかなって僕は思ったりしてるんです。やっぱり裾野が広い方が、やっぱり才能ってこう必ずすごい人ってやっぱりいるんで、そういう人たちが昔は結構な割合でね、やめてっちゃったんじゃないかなと思ったりなんかしました。今回の慶応義塾高校の快進撃となんかを見てると、やっぱり野球ってのびのびでいいんじゃないのかなと思いますね。リクエスト制度ぐらいあってもいいし、まあなんていうかな、フェアにやるっていうのは大事だと思いますけどね。なんか高校生らしくとか本当に意味が分かんないんで、高校生らしくって言ってもね、結構野球部基本的にやんちゃですからね。まあ僕もチラチラ見てましたけど、
そう思います、今日はまあこんなところで終わりにしたいと思います。なんかいろいろ勝手に自分の意見をベラベラと言ってしまって申し訳ありません。皆さんと言いつつ、もし面白かったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。